らい駅は、北海道中川郡おといねっぷ村きらいにある、北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。駅番号は W60。電報略号は来る。1977年のらい駅と、周囲約500メートル範囲。上が、輪っか内方面。一見千鳥式ホームに見えるが間にあるのは一線で、単式ホームを二面持つ。さらにその外側に、 貨物用の副本線、駅舎横の輪っか内側に、貨物積み下ろし場と引き込み線がある。駅裏はかつて細長いストックヤードであったが、この時点ですでに使われなくなって久しい様子。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成所在地名より、アイヌ語のサクルに由来する。下記に、現在のサクル峠を越えて、 おほうつく海側へ出る交通路であったことによる。周辺の駅と同様に、かつて林業が盛んであった頃は、周辺やサックル峠筋の山林から切り出された木材の出荷駅として栄え、稚内方面に向かって、左側に木造駅舎とその横の稚内側に荷物積み下ろし場、駅舎の反対側に貨物積み下ろし場を持ち、駅舎を中心とする。 千鳥状の単式ホーム2面2線と荷物積み下ろし場へ、稚内側から引き込み線、外側に貨物積み下ろし用の副本線をそれぞれ有する一般駅であった。その後、荷物及び貨物取扱い廃止により、貨物線の撤去、無人化に伴い駅舎側ホームに防線化及び旧駅舎の撤去と待合室の設置が行われ、単式ホーム1面1線の無人駅となった。 1>, 1日の平均乗降人員は以下の通りである。先来の集落がある。現在は下記にライダーハウスとして使用される日本通運の建物や大きなメインストリートなどにかつて明治時代に真っ先に駅停が置かれて稚内方面開拓の中継あるいはオホーツク沿岸の餌市町との交通の要衝となった集落の繁栄が忍ばれる。ありがとうございます。